ははいこんにちは中学受験桜ラらチャンネルの竹谷直樹です今日は国語が苦手な人のための動画「えーとね、星の花」というね、えー、作品を読んでみましょうこの「中学受験桜ラらチャンネルは」は私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とのウをすべて交換していくというチャンネルです いいいなと思ったらチャンンネル登録メンバーシップもお願ししまますさあじゃあ早速読んでみましょう秋も終わりに近い頃のこと一夜のうちに千も万もの流れ星が見られるという夜がありましたそんなに多くの流れ星が見られるのは100年に一度あるかないかだということで新聞やテレビでも盛んに報道されていました 星が好きな小学3年生の二郎は、その流れ星が見たくて仕方がありませんでした。お母さん、僕今夜庭で寝るよ。え、庭で寝てどうするのお母さんがびっくりして聞きました。決まっているじゃないか。流れ星見て星数えるんだ。いけません。星は12時頃から流れるんでしょう。その頃になったら起こしてあげますから。 だって、それより前から流れ出すかもしれないんだよ。2時になるか3時になるかもしれないんだよ。ねえ、いいでしょ風邪をひきます。夜露は体に毒です。じゃあ、ちゃんと布団をかぶるから。布団なんか庭に敷いたら湿って汚れてしまいます。お母さんとそんな話をしていると、お父さんが言いました。ジロー、お前、本当に庭で寝る気かうん。よし、お母さん。 次郎本気らしいぞ。面白いじゃないか。寝られるかどうかやらしてみろよ。お父さんまでそんなことおっしゃっては困りますよ。庭にどうやって布団を敷くんですいいじゃないか。好きなようにさせてやれよ。やっと庭のある家に住めたんだもの。次郎のためもあってこんな不便な郊外に引っ越してきたんだもの。やれやれ、風邪をひいて熱を出しても私は知りませんよ。 ここはお医者さんだって遠いんですよ。二郎たちはこれまで町の中のアパートに住んでいたのですが、一月ほど前、郊外のこの小さな庭のある家に越してきたのです。二郎は大喜びでした。町の中では見られなかった星が随分見られます。お父さん、空って星だらけなんだね。引っ越してきた日の夜、二郎は空を見上げてびっくりしたように言いました。 お父さんは次郎のその時の顔が忘れられなかったのです。もしご近所の人が覗いたらびっくりしますよ。お母さんはしぶしぶまだ地ならしをしてあまり草も生えていない庭にご座を敷いてくれました。布団が閉めるからといってその上に大きなビニールを敷いて一番悪い布団を敷いてくれました。 それから上にも梅雨が降りるからといってテーブルにかけてあったビニールを2枚もかけ安全ピンで留めてくれました。二郎は大喜びです。服を着たままその中に潜り込みました。わあ、楽ちん楽ちん。お母さん。ほら、お母さんの小さな双眼鏡を貸してよ。なんです自分で持ってらっしゃい。寒くないの寒くなんかないよ。 じ郎はタンスの上からお母さんの双眼鏡を持ってきてまた布団に潜り込みました土の上に寝ると何か小さな動物か虫になったみたいな不思議な感じがしましたこれまで匂ったこともないような匂いがしてきます土の匂いですひょろりと立っている庭の木も土の上に寝てみるとまるで大木みたいです小さな家もバカに大きく見えます そしてその上に空があります家の中のお父さんとお母さんの話し声がしますでもそれはまるでよその人のように聞こえます隣と言ってもだいぶ離れているのですがそこの家の戸の開け閉めの音が聞こえますとにかく不思議な感じです遠い遠いところへ一人でやってきたみたいです次郎は双眼鏡を当てたり外したりして空の星を見つめていました お母さんは二郎が黙ってしまうと心配そうに何度も覗きに来ました。しまいには暗化を持って庭に出てきました。二郎、何か見えるの地べたの布団を覗いて尋ねました。返事がありません。お父さん、来てくださいな。呆れた二郎ですよ。眠ってしまってますよ。中に入れましょう。風邪ひきますよ。愉快なやつだな。本当に寝ちまったのか。 お父さんとお母さんは布団の両端を掴んで家の中に運び入れました。それでも二郎は目を覚ましませんでした。明くる朝、部屋の中で目を覚ました二郎は不思議そうにお父さんとお母さんの顔を見つめて言いました。ねえお母さんたち、見たものすごい流れ星だったね。まるで雪かあられが降ってくるみたいだったね。 お父さんとお母さんは思わず顔を見合わせました。朝のニュースで流れ星は全然なかったと聞いたばかりだったのです。ははーん、夢を見ていたんだなぁ、寝ぼけているんだなぁと思いました。でも、二郎があまりに真剣に言うので、流れ星なんかなかったよと言ってしまいませんでした。自分が夢を見たんだということ。 それから夜中に運ばれたらしいということは次郎にもわかりましたでも庭の土の上で寝たあの不思議な感じはどうしても忘れられませんでしたさあじゃあ確認してみましょうね質問していきますまず登場人物はね、えー、これ次郎と、えー、お父さんとお母さんですねさあ秋も終わりに近い頃のことさあ何が見られるという夜があったんですか そうそう、千も万もの流れ星が見れるんだという夜があったんです。そんなに多くの流れ星が見られるのはちなみに何年に一回あるかないかそう、百年に一度のことだというんです。新聞やテレビにも盛んに報道されていました。星が好きな小学校3年生の二郎はその流れ星が見たくて仕方がなかったんです。さあ、そこで二郎はお母さんにどんなお願いをしますか そう僕今夜庭で寝るよと言うんですさあ庭で寝てどうするのとお母さんがびっくりして聞くとさあどうするのですか二郎はそう決まってるじゃないか流れ星を見て数えると言うんですいけませんはず星は12時頃から流れるんでしょその頃になったら起こしてあげますからだってそれより前から流れ出すかもしれないんだよ2時になるか3時になるかもしれないんだよねいいでしょ 風邪をひきます。夜水は体に毒です。じゃあ、ちゃんと布団をかぶるから、そんなことをしたら湿って汚れてしまいます。さあ、お母さんとそんな話をしているとお父さんが言いました。さあ、二郎、お前、本当に庭で寝る気かうん。さあ、そしてお父さんはお母さんにどんなことを言ってくれたのですかそう、面白いじゃないか。本気らしいぞ。寝られるかどうかやらしてみろと言うんです。お父さんまでそんなことをおっしゃっては困りますよ。なんてお母さん言うんですけれども、さあ、お母さん。 えー、布団敷いてくれる敷いてくれないそう敷いてくれるんですいいじゃないか好きなようにさせてやれよやっと庭のある家に住めたんだもの二郎のためもあってこんな不便な郊外に引っ越してきたんだものやれやれ風邪をひいて熱を出しても私は知りませんよここはお医者さんだって遠いんですよさあちなみに二郎たちはこれまで町の中のアパートに住んでいましたがさあいつぐらいにこの郊外の小さな庭のある家に越してきたのですか そう一月ほど前ですさあ次郎は大喜びでした街の中では見られなかった星がずいぶんたくさん見られますさあそこで次郎はお父さんにどんな、えー、風にして喜んで言いましたかそう空って星だらけなんだれ引っ越してきた日の夜次郎は空を見上げてびっくりしたように言いましたお父さんは二郎のその時の顔が忘れられなかったんですもしご近所の人が覗いたらびっくりしますよ お母さんはしぶしぶまだ地ならしをしてあまり草も生えていない庭にご座を敷いてくれました。布団が閉めるからといってその上に大きなビニールも敷き一番悪い布団を敷いてくれました。それから上にも梅雨が降りるからといってテーブルにかけてあったビニールを2枚もかけ安全ピンで止めてくれたんです。二郎は大喜び。服を着たままその中に潜り込みました。わー楽チン楽チン。さあお母さんさあお母さんの何を貸してくれと二郎は言うんですか そう、双眼鏡。なんです自分で持ってらっしゃい。寒くなんかないよ。二郎がタンスの上からお母さんの双眼鏡を持ってきて、また布団に潜り込みました。さあ、土の上に寝ると、さあ、なんだかどんな感じがするそう、小さな動物か虫になったみたいな感じ。そしてこれまで匂ったこともないような匂いがしてきます。さあ、その匂いとは何の匂いですか そう、土の匂い。ひょろりと立っている庭の木も土の上に寝てみるとまるで大木みたい。小さな家も馬鹿に大きく見える。そしてその上に空がある。家の中のお父さんとお母さんの話し声がする。でもそれはまるでよその人のように聞こえる。隣と言ってもだいぶ離れているのですが、そこの家の戸の開け閉めの音も聞こえる。とにかく不思議な感じ。遠い遠いところへ一人でやってきたみたい。 次郎は双眼鏡を当てたり外したりして空の星を見つめていましたお父さんは二郎が黙ってしまうと心配そうに何度も覗きに来ましたしまいにあんかを持って庭に出てきました次郎何が見えるのさあ地メタの布団を覗いて尋ねましたさあジ郎返事するしないそう返事がありませんさあジ郎とうとうどうなっちゃったんですか そう、眠ってしまっていますよ。中に入れましょう。風邪ひきますよ。愉快な奴だな。本当に寝ちまったのか。お父さんとお母さんは布団の両端を掴んで家の中に運び入れました。さあ、それでも二郎は目を覚ました覚まさまなか。覚まさなかった。そう、覚まさなかったんです。 明くる朝部屋の中で目を覚ました次郎は不思議そうにお父さんとお母さんに顔を見つめて言いましたさあ次郎お父さんとお母さんにどんなことを言ったそうねえお母さんたち見たものすごい流れ星だったねまるで雪かあられが降ってくるみたいだったねさあお父さんとお母さん思わず顔を見合わせたんでさあ朝のニュースでさあ流れ星のことなんて言ってたの そう、今年結局流れ星は全然来なかったんだと。降って来なかったんだと。さあ、そこで母、は夢を見てたんだな、寝ぼけてるんだなと、お父さんお母さん思いました。でも、二郎があまり真剣なので、流れ星なんてなかったんだよ、なんて、お父さんお母さん言える言えないそう、言えないよね。自分が夢を見たんだということ。 それから夜中に運ばれたらしいということは二郎にも分かりましたでも庭の土の上で寝たあの不思議な感じはどうしても忘れられませんでした星の花いいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップもお願いしますでは今日はここまでにしましょう